どうもハンサムクロジです。こんばんは。今日はスターバックスの新商品を買ってきました。はい、フラペチーノです。桜フラペチーノです。2月27日までの2週間限定のフラペチーノということで販売されております。こちらです。じゃん、桜、綺麗なピンク色です。桜味ですね。甘い香りがします。甘いホワイトチョコみたいな、チョコレートの甘い香りがしますが、こちらどういう商品かと言いますと、上には花びらのような桜&ストロベリーシェイブチョコレートがかかっておりまして、中にはですね、桜ミルクプリンとストロベリーゼリーがプルプル入っております。美味しそう。すごい飲みやすいと評判でした。あのインスタとかでは。僕は桜味まあ好きですけど、桜味が苦手な人でもいけるぞみたいなことも書いてあったので、いただいてみたいと思います。まずはスプーンですくってみましょう。ちょプルプルのとこすくいたいよね。いくよ、一番下の方からプルプルを持ってこれるの。うわー、これない。でもこのホイップの下にあるのかもしれない。ホイップたっぷり。桜のチョコがやっぱ綺麗だな。すごく、どう思いますか皆さん。いただきます。すっきり。意外と桜も、甘い桜っていうよりもちょっと渋みというか酸っぱみというか、うん、ちょっと梅っぽい。しそ、いやなんかわかんないけど、あ、葉っぱっぽい。桜の、混ぜます。あー、プルプルしてますよ。ほら、プル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 、これ大事ですよね。いただきます。うん、プルプル、いちごの味もする。おいしい。あ、おいしい。あの甘ったるいんじゃないかなと、桜味だしと思ったんですが、しっかりと甘さあるんですけど、思ったよりは全然甘くなかったです。あの桜の味は苦手な方でもいけるくらいすっきり感があって、ほんのりこう甘酸っぱいふんわり桜香るドリンクになってました。すごく飲みやすくて、プルプルの食感も楽しめて、しっかり歯ごたえというか食感があって楽しいです。春らしい爽やかさもあって、あの温かいラテもあるんですけど、あのそれはね、一回試飲させてもらってすっごい甘かったんですよね。なんでちょっと今回はフラペチーノだけで。ごちそうさまでした。大好き、チューハンサム。はい、ということで2週間限定桜のフラペチーノいただきました。非常に美味しかったです。カスタマイズもいろいろできるみたいっていうか、カスタマイズもいろいろ美味しくなるものがあるみたいで、僕チラッと見たのは無脂肪乳に、して、エクストラホイップで、蜂蜜入れると美味しいじゃないかみたいな、美味しいみたいなこと書いてましたね。蜂蜜は本当合う気がしました。絶対いいよね。もう入ってんのかな。さらに蜂蜜かな。ちなみにこのゼリーとか桜、ミルクプリンは増やせないみたいです。それはちょっと残念ですよね。ゼリー系あると他のにもトッピングできたりして楽しかったりするんですけど、まあ、2週間限定ってのもあってね、それはできないのかな。フードも美味しそうなの出てました。レモンケーキとキウイのタルト美味しそうだったな。桜系のスイーツもいろいろ出てたので、気になる方はそれもぜひ召し上がってみていかがでしょうか。あ、ちなみにこれね、あのなんか橋がかかってて星マークがついてるんです。これはね、なんかなんだっけ、目黒川沿いにできる新しいスタバの場所を示してるんですって。なんかすごい豪華ないい感じのスタバらしいです。豪華なのかな、なんか綺麗な新しいいいスタバらしいです。行ってみたい。ね、そんな感じでスタバ楽しいですね。美味しいですね。大好きです。以上、ハンサムクロジでした。バイバイ。